日本神奈川県川崎市多摩区関関は神奈川県川崎市多摩区の町名。現行行政地名は関1丁目から関3丁目。1988年2月1日住居表示が施行されている。郵便番号は214-0022。面積は全域の合計で59.6ヘクタールである。多摩区の東北端に位置し、 玉川に面している。南端をにけりょう用水が流れ、南北に縦断する形で、透明高速道路が通過している。一帯は、住宅地となっているほか、観光用の梨農の園が点在する。席は、北端で玉川を挟んで、東京都世田谷区北見と、東端で、高津区うなねと、南東から南端にかけて、高津区久慈と、西端で、宿河原と接する。 開墾は1594年、ミイザグ城法屋村から移り住んだ六夜によって行われたと伝わっており、そのうちの法屋家が村の名主を代々務めた。村内は全域が江戸時代を通じて天領であった。開発が新しいこともあって、昇法器の武蔵田園墓では全域が見取り場とされていたが、その後の 元六号町では130国余りと、正式な村高が設定され、後の天保号町や幕末の急行給料取調べ町では138国余りとなっていた。年貢以外の府役として、1735年から川崎塾のカスケ号を務めた。これらの府役の負担を減らすため、村では土地を狭く申告しており、 そのような事情も地名に痕跡が残されている。集落は、龍岩尾寺の周辺に形成されており、現在の関一丁目は河原であった。また、交通路として、対岸の北見と線が結んでいた。明治維新以降、当地は神奈川県に属し、行政上は関村、稲田村稲田町川崎市と推移していった。明治以降は、元帝外一の河原も、 畑となったが、砂地だったこともあり桃や梨の栽培が行われた。この果樹栽培は、戦前に最盛期を迎えたが、戦時中には、食料増産のために伐採された。戦後には、果樹栽培も復興したが、桃には連作の問題もあって衰退し、梨栽培が広がり、水田までもが梨畑へ溶かして、昭和40年代に最盛期を迎えた。一方、 戦後には宅地化も進み、川原だった。現在の一丁目にも、1954年には一部に、町内会が設置されている。1980年には、多摩区内の農業集落では、土淵、稲田みに次ぐ50ヘクタールの利園があった。関は、東急グループと契約し、神奈川県内の幼稚園から、団体バスを受け入れていた。開拓にあたって、 玉川に席を築いたことが由来とされるが、その席の詳細について、現代まで残ってはいない。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地内を通る鉄道はないが、近隣に南部線の久慈駅が所在する。 地内の西寄りを透明高速道路が通過するが、地内から利用できる施設はない。一般道としては、多摩沿線道路が通過している。神奈川県立向きの丘工業高等学校。ありがとうございます。